三淵レオ、洛山高校2年生で副キャプテン、身長188センチ、体重74キロ、ポジションはシューティングガード。圧倒的才能で全中3連覇を果たした5人の天才、奇跡の世代と唯一渡り合うことができた5人の逸材、無冠の5勝の1人で野手の異名を持ちます。またオネエ口調が特徴的、性格は女の子に対して紳士的だったりするものの、実力が劣る相手や使えなくなった味方に対し辛辣な物言いをするなど挑発的な一面もあります。またシューターとしての自信と高いプライドを持っていて、自身の必殺技とも呼べる3種のシュートに対して対策されているのを感じても、シュートを選択するなど強気な性格をしています。しかし普段は戦況を見極めた冷静な判断ができる三淵ですが、シューターとしてのレベルが高すぎるがゆえに、試合終盤の重要な場面で逆転のきっかけとなるファールを犯してしまうなど、直感が仇になってしまうこともあります。三淵の強さで注目すべき点といえば、3種のスリーポイントシュートと高効率なシュートフォームが挙げられます。三淵のシュートフォームは三淵と同じく作中トップクラスのシューターであるヒューガが憧れるほど滑らかかつキレのあるシュートフォームを持っていて、下半身の力を漏れなくボールに伝える高効率のシュートフォームをしています。これから紹介するすべてのシュートはこの高効率のシュートフォームがあるので使用できると言っても過言ではありません。3種のシュート、1つ目は地のシュート。マークしてくる相手をシュートフェイクで飛ばせ、わざとぶつかりながらシュートを決めることでファールを奪いながらスリーポイントを決めることができるシュート。この技は相手にぶつかりながらもスリーポイントを決めることができる三淵の体幹の強さがあって初めてできる技になっていて、相手ディフェンスは4点プレーにならないようにこの技を警戒して激しく当たりに行くことができなくなるのも強みです。3種のシュート、2つ目は相手と距離を取るフェイダーウェイをしつつスリーポイントを決めるシュート、天のシュート。三淵の下半身の力を効率よく伝えることができるシュートフォームと、フェイダーウェイのスリーポイントでも狂わない距離感、後ろに飛びながらもシュートフォームを崩さないボディバランスがあることで打つことができるスリーポイントシュート。ライバルチームのエリートシューターたちですら、このシュートの難易度の高さには驚愕する凄技です。3種のシュート、3つ目は相手に何もさせずに決めるシュート。通常のシュートより深く沈み込み、溜めを作り出し、シュートを打つ直前、ディフェンスの膝が伸びきった瞬間、一瞬動きを止めることで、それにつられたディフェンスの飛ぶ力をゼロにし、三淵は高効率のシュートフォームを生かし、深く沈んだ分の余力でシュートを放つ技。これをされた相手は余力がなくなってしまった分飛ぶことができなくなりますが、虚空の深く沈み込む正体を見破られるとブロックされてしまうこともあります。この3種のシュートの弱点としては、飛ぶ直前までフォームに違いはほぼないものの、重心の位置がそれぞれのシュートの方向に動くことで重心を捉える感覚が磨かれた相手、野生を使用できる相手には重心の変化に気づかれ止められてしまうこともあります。しかし188センチの高さから正確にスリーポイントを狙えることに加えて、地から天、天から地などシュートを瞬時に切り替えることができるので、ディフェンスが止めるのは至難の技と言ってもいいでしょう。また作中ではあまり登場しなかったものの、ここにフェイクとドリブルカーのカットインの選択肢が加わることを考えると、5勝屈指のオフェンス力の持ち主と言ってもいいでしょう。高校はウィンターカップ開催以来出場を続け、優勝回数は全高校最多、直近の成績でも高校バスケ3大タイトルを制覇している高校バスケ界の超名門校、洛山高校に進学し、自身と同じ奇跡の世代と渡り合えた天才、無冠の5勝、雷獣葉山、剛力ねぶやと10年に1人の逸材と呼ばれる天才、奇跡の世代をまとめ上げた明石をキャプテンとして迎え、名実高校最強として君臨しました。その強さは圧倒的で、夏の全国大会インターハイでは並み居る強豪を倒し優勝しました。冬の全国大会ウィンターカップでは圧倒的力で準決勝に勝ち上がり、奇跡の世代ナンバーワンシューター緑間率いる修徳高校と対戦しました。修徳戦では序盤は同じシューティングガードポジションの緑間のマッチアップを担当しますが、緑間にうまくスクリーンを使われ、スリーポイントを決められます。2クォーターからは真由澄と共にダブルチームにつき、緑間を苦しめるディフェンス力を見せつけますが、チームメイトと協力する緑間を中心とする修徳のオフェンスに苦戦します。しかし明石とマークチェンジしたことで修徳を突き放し、三淵も高尾のシュートをブロックする活躍を見せ修徳を追い詰めます。
最終4クォーターでは緑間高尾の超絶パフォーマンスに浮き足立ってしまうものの、明石の鼓舞により空気が変わり、井口もシュートフェイクから落ち着いてボールをさばき、葉山の得点をアシストするなど立て直します。さらに追い打ちをかけるかのように、今度はパスを供給する高尾に真由澄と共にダブルチームでプレッシャーをかけつつ、わざと高尾を抜かせることで試合を決定づけるスティールを奪うのに貢献し、諦めずにブロックに来る高尾に4点プレーとなる地のシュートを決め、修徳に精神的致命傷を与え、楽山の勝利に貢献しました。修徳を破り、ウィンターカップ決勝の対戦相手は、今大会奇跡の世代率いるチームをことごとく打ち破り、勝ち上がってきた聖林高校と対戦しました。井口は試合開始からイグナイトパス回で先制点を狙う聖林の攻撃をブロックで止める守備を見せますが、試合開始からゾーンに入った鏡を止められない展開が続きます。しかしそんな中でも3ポイントを決めるなど、オフェンスでの貢献を見せます。さらに明石が鏡を止めたカウンターでレイアップを狙いながらブロックに来た清志をかわすダブルクラッチを見せますが、ここは水戸に動きを読まれブロックされてしまいますが、積極的なオフェンスを見せます。また黒子のミスディレクションが無効になったことで、ヒューガのスリーポイントに触れシュートを落とさせたり、黒子のボールをスティールするなど守備面でも活躍します。その一方でオフェンスでも楽山カウンターで葉山が落としたシュートをケアしたりと得点を取り続けます。互角の第1クォーターが終了し、第2クォーター早々から真由澄のアシストから3ポイントを奪い、明石を止めることを諦めた聖林に対抗するため三淵中心の攻めになり、ヒューガとのシューター対決による3ポイントの応酬を繰り広げます。最初は拮抗した勝負の中、三淵は徐々にヒューガのバリアジャンパーのタイミングを見切りブロックし、虚空により3ポイントを決め、さらに地のシュートを決め、一気に4点を奪い、シューターとしての格の違いを見せつけます。格の違いを見せつけた後のディフェンスでは完全にヒューガを封じ込め、再び地のシュートを決め4点を奪い取ります。後半に入りスクリーンを使われ、ヒューガに3ポイントを決められますが、すぐさま天のシュートをおとりにして地のシュートで3つ目のファールを奪い、ヒューガ交代のきっかけを作り出します。ヒューガ交代後は黒子のスクリーンから2度失点を許したものの、真由澄を利用した明石からのパスを受け3ポイントを決めます。さらにヒューガが抜け、聖林にシューターがいなくなったことで再び三淵中心のオフェンスになり、古賀相手に地から天へのシュートを狙いますが反応されてしまい、シュートを落としかけます。地から天の切り替えに反応されたことで警戒心を高めた三淵は虚空を狙い、古賀に食らいつかれるもののシュートを決め切ります。決め切ったものの、絶対的信頼がある虚空に飛びつかれたことに三淵は警戒心を高め、最終クォーターに入ります。4クォーターに入り、聖林はヒューガがコートに戻り、再びシューター対決になり、三淵はヒューガの5ファール狙いの10をフェイクにした地のシュートを狙いますが、重心の位置を見抜かれ止められます。自身のシュートを見分けて反応されたことで警戒心を高めた三淵は、一瞬3ポイント以外での勝負が頭をよぎるものの、シューターとしてのプライドからあえて勝負を仕掛けますが、虚空の正体を見破ったヒューガにブロックされてしまいます。その後は明石が調子を崩したことでリズムを崩し、シュートが落とすなど不調に陥りますが、覚醒した明石の味方をゾーンに入れる究極のパスにより再び3を決めます。この3ポイントを決めたことで三淵は動きが良くなり、ディフェンスでもこれまでにない圧力を見せ、バリアジャンパーもブロックします。オフェンスでは天のシュートをフェイクにしたカットインカーのシュートと、これまで見せたことのないパターンでの得点を狙いますが、鏡にブロックされそうになり、パスしたところを黒子にスティールされてしまいます。残り40秒を切り、7点差の場面でヒューガにシュートを打たせないディフェンスを見せますが、黒子の横のロングパスで得点を奪われてしまいます。ここからエブヤへのパスを伊豆木にスティールされ、ラスト5秒4点差のリードの場面でヒューガに地のシュートによる4ポイントプレーを決められるという痛恨のミスを犯してしまいます。三淵も反省するように、シュートが決まると予感したゆえにブロックに飛んでしまい、それに気づき、それに躊躇してしまったことが、これまで活躍していただけに試合の結果を分けてしまう悔やまれるシーンでしたね。その後のリバウンド勝負では三淵もリバウンド参加するものの、清志にリバウンドを取られ、そこから鏡に逆転弾を決められてしまい、聖林に敗北してしまいました。ここまで三淵について解説してきましたが、ヒューガがファールアウトした際に集中力を切らしてフリースローを外したり、試合終盤に勝敗を決定するミスを立て続けに犯してしまった三淵ですが、試合を通して少なくとも35得点1スティール2ブロックと、楽山の中でも攻守にわたって活躍したり、
競輪の柱とも呼べるヒューガを途中交代させ競輪から3ポイントを奪うなど楽山の中では明石に次ぐ活躍には無冠の5勝としての強さを感じましたね。あなたが好きな三淵活躍のシーンがあればコメントで教えてください。それでは今回はここまで、次回の動画でお会いしましょう。ケンでした。バイバイ。